前は終わっちまったのか。悟空、孫悟空。振動は武部隊、いやこの無の海すべてを激しい力の流れが揺らしておる。はい、でも一体まさかそんなの決まってるじゃないですか。でしょうね。こうでなくては。ビルス様、何かコメントは。来るぞ。爆発からただ運よく生き残ったというわけではなさそうだな。さっきまでとは何かが。ああ、凄まじい熱気を放ってはいるが、気は恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。全く違います。ただ速いだけじゃない。攻撃に移る気配が全く読めませんでした。